はい、どうもです。おいじでございます。今日はね、ようやくメガドンキホーテ行ってまいりました。まあ以前からね、冷凍食品を買いたいと、思っておりましたけども、行こうと思うとテレビでやったりとかしてね、テレビでやったらやっぱり混んじゃうので、行かなかったりとか。で、ようやくね、いろんなタイミングがあって、まあ、時間的にもね、混み始める前ぐらいに行ってたんで行ってきました。そしてね、結局ちょっと定番っぽいの買っちゃったんですけども、新商品がね、新商品っていうか初めて買うものも1個あるので、まあ、ちょっと紹介していこうと思います。まずね、このシリーズ、はい、情熱価格ヤバ盛りシリーズのボロネーゼですね。空前絶後、違うな、空腹命中ドーン 400g。 お、変わったねって書いてるね。ってことはちょっと味が変わってる可能性は否定できませんね。ソテーオニオンと赤ワインのコク深い味に5種類のハーブとスパイスを使いましたと。そういうことでございます。これも以前購入しました。198円、税抜き198円でございます。まあね、美味しかった、前回も。ただね、要はまあ前回も言ったんだけど、ボロネーゼとミートソースの違いがよく分かってないんですけど、まあどっちにしても玉ねぎのみじん切り的なものが入ってるんですけど、割と前回食べた時はちょっと食感を感じたかなと思って、まあ食感でもシャリシャリとかはしないけども、玉ねぎ入ってんなーっていうのがね、分かったような感じでしたね。うん、それなりに美味しかったんで今回もちょっと購入してきました。そしてこちら、350g、ヤバ盛り明太子、思いつく限りの配合試食し、ついに完成。これは改良してないかな。これはまあ安定ですわな。これ美味しかったです、明太子。このシリーズそんなに美味しくないよっていう人もいるみたいなんですけど、私全然美味しいです。うん、別に高いパスタ買うわけじゃないし、全然味もいいですし、まあ言っても日本産ですからね、オーマイの日本産ですから、それなりのクオリティはありますよ。何せね、ボリュームもすごい。で、こちらも美味しかった。あ、こちらはまたリニューアルしておりますな。うん、これも美味しかったですよ。もちろんほうれん草とかベーコンとかの量なんか見ちゃうとね、まあそれはそれではありますけど、まあ、400g ってかなりボリュームあります。うん、バター感をアップさせたソースを増量し、濃厚な味わいにってことでね、こちらも美味しかった。うん、まあリピートでございます。この他にね、前回買ってなかったペペロンチーノ食べたかったんだけど、ペペロンチーノはね、見つからなかった。うん、見つからなかったんで買わなかった。で、一個気になったのはたらこバター。うん、このこちらもね、ほうれん草&ベーコンのバター醤油ってことでバター入ってるんですけど、たらこバター、私ね、牛乳がそんな得意じゃないんですね。うん、だからバターなんかでかなり乳臭い感じがあると、わりかしね、ちょっと食べれなかったりする。そういった理由でね、カルボナーラなんかもちょっと食べれないんですけど、これは全然美味しく食べれました。だから今思えば、たらこバターも一応買ってもよかったかなと。前回ね、たらこバター確かなかったんですよ。うん、今回初めて、まあ以前からあったかもしれないですけど、今回初めて見て、まあね、ちょっといろいろ買ってた中でね、まあもちろん冷凍食品じゃなくて、普通の他の食品なんかも買ったんで、結構カゴの中ね、いっぱいになってたんで、まあ今思えば買っといてもよかったかなと。うん、次回あればね、ちょっと買おうかなと思います。で、これもね、ちょっと定番のものなんですけど、ハマチキですね。チキンナゲットでございます。ハマったチキンナゲット、100回を超える試食の末、トースターやレンジでも、これ全部やりました。もちろん油で揚げて、トースターもやったし、レンジもやりました。やっぱりね、健康度外視で油で揚げた方がやっぱり美味しいね。で、これがね、もうこれは結構長いのよ。私もね、何回も食べてるんで、これ。
これがね、冷凍チキンナゲットの中で一番マックに近いって言われてて、形もね、いろいろあるのね。マックのチキンナゲットもさ、4種類ぐらい形があるでしょ。なんか名前が1個ずつあるみたいなんだけど、靴下みたいな形とかね。何をモチーフに作ったかっていうのがあるらしいんだけど、これもやっぱりね、4種類ぐらいになんかなってるのね。で、油で揚げたらね、もう完全にマックのチキンナゲット、まあ、完全にって言ったらちょっと語弊あるけど、私はもう随分、全然満足。あ、確かにマックって言われればマックとして食べてもいいかなと思うぐらいの美味しさでした。なのでね、これでも安いのよ。298円よ。400グラム入って。だから普通にマックで買うよりも全然安いし、まあお味も美味しいのでね、できればね、油で揚げてもらうのが一番美味しいと思います。で、今回初めて買ったのがね、こちら。まあ、唐揚げとかもさ、やっぱ結構売ってんのね。冷食、まあいろいろあるんだけど、ミートボール的なやつとかね。で、普通の唐揚げもあるし。で、結構高いのよ、これ。5キュッパか6キュッパぐらいするのかな、これ。まあ、それなりに800グラムも入ってるから、5キュッパだったかな。サイズ感もちょっとちっちゃい。ナゲットぐらいの、ちょっと丸みを帯びた感じなんだけど、まあ、テレビで見たときにね、まあ、テレビだからね、美味しいって言うけど、みんなね、そりゃ、まずいっていうのを取り上げないと思うんですけど。まあでもね、割とこの情熱価格は美味しいものも多いのでね、今回ちょっとね、買ってみました。塩唐揚げファンの方お待たせしました。あえて塩買いました。醤油食べたことないんですけど、この情熱価格のはね。まあちょっと今回初めてね、初物もちょっと購入したかったんで買ってみました。あ、でもこれ中国って書いてるな。中国産ですね。まあ、散々子供の頃から中国産はいくつか体に入れてきてはいると思うんですけど、まあ、言ってもじゃあ私はもうドンキを信じますわ。だから業務スーパーでとかでもちょっと悩むのよね。割と中国産多かったりするから、ちょっと油断してたわ。ココブランドで作ってるから、まあ、しっかり中国でも管理をねしっかりしてあればそんなにね、日本でやってる老舗でさえね、なんか悪いことやってたりもするんで、そう考えればね、一概に中国だけが悪いっていうように言えないんで、ちゃんとやっててくれればいい。もう私はそれを願わざるを得ないわ。もう買っちゃったから。まあ、美味しく食べれればいいかなというふうに思っております。あ、でね、パスタの方ですけど、まあ、さっき言った気になったたらこバターで購入したいと思ってた、ペペロンチーノの他に、まあ、さっきも言いましたけど、カルボナーラであるとか、アラビアータであるとか、ナポリタンであるとかね、いろんな種類あるので、そういうのをちょっとね、食べ比べしてみるのもありかなと思います。これ全然この値段でこの分量でお味だったらね、私的には全然 OK なので。で、ちょっとね、ドン・キホーテ、メガドン・キホーテからは離れるんですけど、まあ、冷食っていうかね、冷凍関連のものってことで。まあ、デザート用でね、冬限定ふんわり、冬限定口どけふんわり仕立て、生チョコインバニラ、そう購入してきました。これはね、ちょっと高いスーパーで買ったから128円。で、これ、なんか久しぶりにさ、パナップの、まあ、グレープとかが有名ですけど、このパリパリチョコ美味しそうだったんでね。これはドラッグストアだったんで99円か8円ぐらいで購入しました。今日これ食べる。で、これ100ロ行ってきたのね。ローソンのね。ふわとろたこ焼き。これ108円だったかな。1、2、3、4、5個か6個ぐらい。1、2、3、4、わかんない。6個ぐらい入ってる、確か。1回だけ食べたことある。それなりでした。でも100円だからね。まあ、コスパいいんじゃないかと思います。まあ、ここにね、まあ、できれば鰹節であるとか、マヨネーズ、ソース、青のりとかね、そういうのやればより美味しくなるんじゃないかと思いますけど、108円なんでね、いいんではないかなと思います。というわけで以上かな。まあ、ちょっとね、同じ商品を買ってしまったんですけど、もう久しぶりに行ったんで、とりあえず前回食べたものを買いたいっていうのがあって。
まあ、それも購入したんですけど、まあ、今回ね初めての、はい、これね、ちょっと待って、ハマチキ中国じゃないんだよな確か。ハマチキはね、あ、ハマチキ中国じゃん、あれ、そっか、ハマチキの浜は横浜の浜と思ったのかな。あ、でもこれじゃあもう結構食ってるわ、ハマチキ結構食ってるから、もう私の体は中国でちょっとできちゃってる部分あるな。うん、400g だから3、4、12、1200g ぐらいはできてるかもしれない。まあ消化してるだろうけど、以上でございます。あー難しいな、おすすめはしたいんだけど、やっぱり中国ってなるとね、そこを気にする方いるからね。気にしない方はぜひね、こっちは大丈夫よ、日本だから、オーマイだから。これ中国だったらもう私あれだわ、やらないわ。うん、これはもうちゃんと開発してるからね。ちょっと待って、くだらない話で長くなってる。というわけで以上でございます。今回はね、メガドンキホーテでね、冷凍食品買ったよというね、それの紹介になりました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。